輝け、ツイッターでクラブ愛を叫ぼうコンテスト入賞クラブ発表。どうも、2023年24年のトーストマスターズ PR マネージャーのチャドです。よろしくお願いします。そしてツイッターサポーターのマホです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回もう一人の千歳さん、今回の企画そしてフライヤーを作ってくださった千歳さんがもともと参加する予定だったんですけど、参加できないということで今日は2人でやっていきたいと思います。この壁紙も千歳さんが作ってくれたということで、初めての企画なんですけれども、なぜか第123回という表示になっておりますが、皆さん無視してください。まずトーストマスターズというのは、スピーチ、コミュニケーション、リーダーシップを学ぶアメリカ発祥の非営利団体となっています。日本にもクラブは200クラブ以上あります。そこで今回は各クラブが PR 動画を作って、それをトーストマスターズ日本支部のツイッター、今では X のアカウントでそれぞれの動画を投稿するというキャンペーンを今回実施しております。で、今回の応募は40クラブ、動画は41動画あります。で、今回ツイッター X のサポートを真帆さんがやってくださったということなんですけど、数々の40クラブの動画を上げていただいたということで、お疲れ様でした。いいえ、皆さんありがとうございました。いかがでしたか？上げるとき大変ではなかったですか？結構毎日そうですね、ツイッターの機能の、あの予約投稿っていうのを学びました。あ、なるほど、はい、そこでちゃんとほぼ12時に毎日4クラブぐらい上がってましたもんね。はい、なので皆さんの素敵な動画を見ることができてとても楽しかったです。よかった、ありがとうございます。さあ、数々の素敵な動画が揃った今回のキャンペーンなんですが、応募されたクラブの中から1位から3位まで素敵な景品用意しております。すべてこちらはハイブリッドのミーティングで使えるようなギフトとなっております。第1位は360度カメラ、もしくはズーム費用1年分。第2位はマイク、もしくはモニター。そして第3位がスピーカーフォン。そして今回応募してくださったすべてのクラブの参加者としては、皆さんが一生懸命作ったこの動画っていうのを日本支部の YouTube のショート動画として、10月7日結果発表、本日が終わりましたら随時投稿してまいります。さあ、どこのクラブが入賞、素敵なプレゼントをゲットできたのか、真帆さん、はい、気になりますね。気になりますね。もう本当皆さんめっちゃ気になってますよ。これやっぱ欲しいですか？欲しいですね。欲しいです、欲しいです。特に欲しい景品とかあるんですか？モニターが欲しいです。あ、モニターが欲しいですね。なるほど。はあ、まあ実はね、私たちもこう PR チームという立場ながら、やっぱり私たちもこう企画する側としても出さなきゃダメだろうということで、お互いのクラブもそれぞれ出しておりますので、そちらの結果も気になると。まだ私たち結果知らないので、今から集計となります。はい、中間の結果、9月22日の結果、こちらになっております。41位の動画があります。その中での10位がこちらとなってます。10位浦和トーストマスターズクラブ、9位成田トーストマスターズクラブ、8位西宮 TGIF トーストマスターズクラブ、7位明治セントラルトーストマスターズクラブ、これ私のクラブになります。で、6位クレトーストマスターズクラブ、5位西宮トーストマスターズクラブ、4位千里トーストマスターズクラブ、3位横浜オーシャントーストマスターズクラブ、2位横須賀三笠トーストマスターズクラブ、そして1位が新大阪リーダーズトーストマスターズクラブ、このようになっておりました。ちなみに真帆さんのクラブはどちらになりますか？1位の新大阪リーダーズトーストマスターズクラブです。なるほど、はい。企画側がまさかの1位を今突っ走ってたということですね。はい、申し訳ございません。でもね、逆に PR チームとしてはしっかりと食い込めるっていうのがね、 PR をやる立場では大事ですからね。その結果をしっかりと残されているということですね。はい、なので最終がドキドキです。はい、
そしてこの中間結果のタイミングで総再生回数を見てみると、なんと41との動画で 22,891 回、約 23,000 回再生されていると。そしてインプレッションと呼ばれる TwitterX 上でこう表示された回数というのが、なんと10万を超えて12万回以上もこう表示されているという状況になっております。さあ、そしてツイッターのアカウントのフォローしていただいた方々もかなり人数としても増えたと、約100人ぐらいざっくり増えた感じですかね。おー、本当ですか。ちょっと1211人ということで、この企画が始まったタイミングでは1120人ぐらいだったので、約90人ほど新たにフォローいただいたということで、皆さんフォローいただきありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。ちょっと大事なこと、コスチューム、はい、マフタンすごいドレッシーな感じですね。いやいやいや、チャドさんもちゃんとリボンつけて、うん、ありがとうございます。実はこのリボンは、あの、今日欠席されてる千歳さんからつけてこいということでつけて、本人は来ないと、そういう形になっております。私もドレス着用でって言われたんですよ。ですよね。あの、指示だけ受けてバッチリやってきたんですけど、本人は来ないというね。いない。残念です。残念ですが、このような素敵なコスチュームになったのは千歳さんのおかげということです。はい、ではここからは地道な計測作業に参りたいと思いますが、まだ準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。じゃあ今から超マニュアル作業のやってまいりたいと思います。はい、はい、行きましょう。はい、それでは9月4日に投稿したこちらは浦和、はい、はい、浦和クラブ、はい、インプレッションは2003、はい、再生数は489でした。はい、ありがとうございます。はい、では次、はい、横須賀美笠トーストマスターズクラブさん、横須賀美笠、はい、ここですね。すごいですよね、はい、4.4万回、もうインプレッション数素晴らしい、45,043回、はい、はい、で再生数は4928です。4928、はい、はい、続きましてはこちらは西宮トーストマスターズクラブさん、はい、インプレッション数が5288、5288、はい、再生数が901、901ですね、はい、はい、OK です。横浜オーシャントーストマスターズクラブ、はい、はい、すごいですね、163、はい、インプレッション数が 16,318 です。はい、はい、再生数が2350、はい、はい、なるほど、素晴らしいですね。はい、次はですね、IT トーストマスターズクラブさんの英語バージョンですね、はい、はい、こちらがインプレッション数1083、83、はい、はい、で再生数が184です。184、はい、はい、で続きまして IT トーストマスターズクラブさんの日本語バージョン、はい、こちらはインプレッション数1152、はい、はい、で再生数が194回です。はい、194回、はい、イースト神戸トーストマスターズクラブさん、はい、はい、インプレッション数1820、はい、動画の再生数は240です。はい、240ですね、はい、次は横浜フロンティアですかね、こちら、はい、横浜フロンティアトーストマスターズクラブさん、こちらはインプレッション数1442回、はい、はい、で動画の再生数は341回です。はい、はい、ありがとうございます。続いては幕張ベイサイドですか、はい、開いてみます、はい、はい、インプレッション数1208、はい、はい、で再生数は248です。はい、ありがとうございます、はい、1000のインプレッションは皆さん1000以上結構、うん、出るっていうことですね。1万いくっていうのはなかなかすごいですね、これ。確かに皆さんすごいですね、はい、うん、次は奈良トーストマスターズクラブさんですね、はい、はい、こちらのインプレッション数1690、はい、で再生数は243回です。243、はい、はい、OK です。ありがとうございます。続きまして、お、来ましたよ、私のクラブ、これ私すべての動画メイクセントラルさん、はい、来ました、開きます、お願いします、
インプレッション数3817回、はいはい、動画の再生数は527回です。527ね、はいはい、頑張りました、はいはい、さあ、 ありがとうございます、はいはい、では次は島津山トーストマスターズクラブさんですね、はい、こちらはインプレッション数1521で動画の再生数262回です262回、はい、はい、次がリーダーシップトーストマスター、ここでリーダーシップトースト、はい、OK です、はい、開きます、はい、ではインプレッション数1209回、はい、はい、で動画の再生数は223回です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、東京ベイトーストマスターズ。東京ベイトーストマスターズクラブ。はい。ね、はい。こちらは、インプレッション数が1057。はい、1057。はい、再生数が175です。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、東海トーストマスターズ。そうですね、東海トーストマスターズクラブさん、東海トーストマスターズ、あ、はい、わかりました、はい、ここは私たちの PR チームの、そうですよ、千歳さんがいるところですよ、千歳さん、はい、千歳さん、開きます、あなたのクラブ開きますよ、開きます、はい、インプレッション数が1250です、250です、はい、動画の再生数は213回です、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、続きましてファンタジスタ、ファンタジスタ、ファンタジスタトーストマスターズクラブさん、はい、はい、開きます、はい、インプレッション数1109回、はい、はい、で再生数は172回です、はい、ありがとうございます、はい、続きましては神楽坂トーストマスターズクラブさんです、開きます、はい、はい、インプレッション数1266回です、はい、はい、で動画の再生数187回です、187回、 OK です、はい、はい、続きましては大手町、大手町トーストマスターズクラブさんですね、はい、はい、ここはインプレッション数2017回です、2017、はい、はい、動画の再生数は290回です、はい、はい、続きましては森の都トーストマスターズクラブさんですね、はい、はい、こちらはインプレッション数1444回です。1444、はい。はい。で動画の再生数は251回です。251回。はい。です。じゃあ次いきますね。はい。はい。次は新橋トーストマスターズクラブさんですね。はい。はい、こちら開きます。はい。インプレッション数1280回です。1280。はい。動画の再生数は232です。はい、232回。はい、続きましては、江戸トーストマスターズクラブ。いいですね、このポーズは。いいですね。江戸トーストマスターズクラブさん。はい、インプレッション数1223回です。はい。はい、動画の再生数は267です。はい。はい、いいですね、ポーズが。いいですね。はい。次はクォンタムトーストマスターズクラブさんですね。はい、クォンタムトーストマスターズ。はい、いただきます。インプレッション数1238回です。1238回。はい、はい、動画の再生数は209回です。209回。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、武蔵浦和トーストマスターズクラブさん。武蔵浦和、はい。はい、こちらはインプレッション数1358回、はい、はい、動画の再生数は173回です、173回ですね、はい、はい、これ今更ですけど視聴維持とかもこうやってしっかりグラフで見えるんですね、やっぱりね、うん、そうですね、ここでね、ここはね、ここは、はい、では続きましてはスピークアップトーストマスターズクラブ、スピークアップ、はい、はい、こちらはインプレッション数1112回です、はい、はい、で動画の再生数179回です、はい、 OK です、じゃあ次いきますね、はい、はい、次は仙台ダイナミック、仙台ダイナミックスピーカーズトーストマスターズクラブさんですね、はい、はい、こちらはインプレッション数が1265回です、はい、はい、で動画の再生数は197回です、 197OK です、はい、 はい、続きましては仙台ランチ
ピーカーズトーストマスターズクラブさんですね。はい、はい、こちらのインプレッション数1290回です。はい、はい、で動画の再生数は186回です。はい、186回。はい、あ、続きましてはこちら横浜ニーハオトーストマスターズクラブさんですね。はい、中国語のクラブですね。中国語ですね。はい、インプレッション数2140回です。2140回。はい、動画の再生数は487回です。487回、 OK です。はい、はい、続きましては栄トーストマスターズクラブさんですね。栄トーストマスターズ、はい、はい、こちらはインプレッション数が1582回です。はい、1582。はい、動画は223回。はい、させていただきました。はい、ありがとうございます。あ、次、あ、見たことある人いる。はい。新大阪リーダーズ来ました。見たことある人がいますね。見たことある。はい、中身見てみましょう。はい。インプレッション数が3786です。786で。はい。で、動画の再生数は1230回です。1230。すごい数ですね。皆さんありがとうございました。はい、すごい、はい、1万回超えと。ありがとうございます、うん。はい、では続きまして次はパイオニアトーストマスターズクラブさんですね。パイオニア、はい。はい、こちらインプレッション数1544回です。はい、はい、で動画の再生数は147回です。147。はい、さて、では次はサンライズトーストマスターズクラブさん。はい。はい。こちらのインプレッション数は1557回です。はい。1557。はい。で、動画の再生数は176回です。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましては、ロックミュージックトーストマスターズクラブさんですね。はい。はい。インプレッション数は1630です。はい。はい。で、動画の再生数は184回です。はい、184回。はい、なります。ありがとうございます。はい、所沢。まして、はい、所沢トーストマスターズクラブさん、行ってみましょう。はい、インプレッション数1701回です。はい。はい、で、動画の再生数は161回です。161回、はい。はい、続きましては、西条酒トーストマスターズクラブさんです。はい。はい。インプレッション数は1385回です。はい。動画の再生数は223回です。はい。すごい。視聴率結構硬いですね。高いですね。うん。皆さん、興味を持って最後まで見ていただく率が高かったです。はい。はい。続きましては、福岡トーストマスターズクラブさんです。はい。はい、こちらはインプレッション数1400回。はい。はい、で動画の再生数は179回です。179回、はい。はい。続きましては表参道トーストマスターズクラブさんですね。はい。はい、開いてみましょう。インプレッション数1433回です。はい、1433回。はい、で動画の再生数は201回です。201回。はい。で、続きましては成田トーストマスターズクラブさんです。はい、はい、インプレッション数3148回。おーい、そうですね。次は動画の再生数は553回です。すごい、553回。はい、続きましては、おおおお、ここですね。松本トーストマスターズクラブさんですね。はい、松本トーストマスターズ。はい、インプレッション数1498回です。はい。再生回数257ですね。そうですね。動画の再生数257です。はい。残り3クラブですね。はい、おー。はい。続きましては、西宮 TGIF トーストマスターズクラブさんです。はい。はい、インプレッション数3892回です。はい。はい。で、動画の再生数は663回です。はい。はい、あと2クラブです。はい、
続きましては千里トーストマスターズクラブさんです。はい、はい、こちらインプレッション数1万609回です。1万609回1万超えですね。そうですね。で動画の再生数4969回です。はい、はい、それでは次は最後ですね。はい、クレトーストマスターズクラブですね。はい、クレトーストマスターズクラブさん、こちらインプレッション数3010回。はい、はい、で動画の再生数は615回です。615回。はい、はい、終わりました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これね、これいやー、私まだ単純作業で打ち込んだだけなんで難易とか全然にしては見てないです。ではでは、うん、画面をシェアしますよ。で、あ、これ、うんうん、拡大は、はい、これじゃあ順番に発表していきたいと思います。はい、では第10位。はい、第10位、あ、まず失礼しました。総インプレッション数は167,818回、再生回数は 33,129回でした。素晴らしい、素晴らしい、たくさんみんな見ましたね。トップ10位を発表していきたいと思います。はい、第10位は、じゃれん、浦和クラブ、インプレッション数2003回、再生回数489回です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、どんどん参ります。はい、第9位、インプレッション数3817回、再生回数527回。お、免疫セントラルトーストマスターズ、私のクラブです。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。中間では7位だったんですけど、これランクダウンしましたね。ああ、なるほど。やっぱり後からぐんぐんと伸びていったクラブがあるということですね。そうですね。もうちょっと行きたかったですが、しょうがないです。はい。では第8位。でん。第8位は成田トーストマスターズクラブです。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、第7位。はい、でん、クレトーストマスターズクラブでした。おめでとうございます。おめでとうございます。マスターがかっこいい CM みたいって言ってたところですね。かっこよかったです。かっこよかったですね。プロっぽかったですもんね、 CM っぽく、はい、素晴らしい動画でした。素晴らしかった、はい、では6位いきます。西宮 TGIF トーストマスターズクラブです。おめでとうございます。663回と再生回数です、うん、はい、ここからトップ5になります。はい、いきます。第5位はこちら、じゃん、西宮トーストマスターズクラブです。おめでとうございます。おめでとうございます。インプレッション数5000回超えしております。ここからはですね、うん、再生回数も900回、多くの方が見てくださっております、うん、さあ、第4位いきます。第4位は横浜オーシャントーストマスターズクラブ、インプレッション数16000、再生回数2350回。わあ、これ3位までだとギフトだったんですが、惜しいですね。本当ですね。いやあ、素晴らしい。急にここからなんか桁が少し上がりましたね、はい、うんうん、確かにそうですね。横浜オーシャントーストマスターズは鈴木トーストさんが本当にツイッター上でこう上手に拡散をしてましたけれども、はい、惜しかったですね。本当ですね、惜しかったです。さあ、ここからは入賞景品のもらえるクラブになります。第3位、景品はと申しますと、第3位はスピーカーフォンが景品となります。第3位いきます。第3位は横須賀ミカサトーストマスターズクラブ、インプレッション数45000、再生回数4928回です。Do you dream of confidently speaking in front of an audience? Welcome to Yokosuka Mikasa Toastmasters Club, where your journey to greatness begins. We create memories and build lasting friendships along the way.
Welcome to the Yokosuka Mikasa Toastmasters Meeting. And I bring you greetings from the Toast of Celebration. The future's not ours to see. So, first evaluator, Toastmaster Oscar. So let's welcome Toastmaster Oscar. Together, we'll inspire, motivate, and celebrate each other's successes. Toastmasters is a great place to make mistakes. We provide a safe and encouraging environment for you to grow and develop your speaking abilities. Join Yokosuka Mikasa Toastmasters today and let your voice be heard. いや、こちらのクラブすごいインプレッション数爆発しますね。本当ですね。すごい。そして再生回数もほぼ5000回ということで素晴らしいですね。すごくすごかったですね。すごい。はい。さあ第2位、こちら景品はマイクもしくはモニターが選べます。第2位はじゃん、千里トーストマスターズクラブ。インプレッション数1万回、再生回数4969。すごい。すごいですね。ここ競ってますね。すごい競ってましたね、これ。2位と3位が。I was lost. I was afraid of speaking in public. I couldn't organize my ideas well. I couldn't put together my thoughts quickly. I found hope at Sandy Toastmasters Club.Where the club slogan is teamwork. We help each other. We give suggestions to each other. We are committed to each other's growth. I've been given a lot of opportunities, suggestions, and encouragement. Now I'm happy with the progress I've made, the confidence I've developed, to the extent that nowI'm able to provide support to others. Want to be a better version of yourself? Join us! これ、ね、何？これもう40回再生ぐらいの差ですね。そうですね。すごいな。すごい、なんか僅差でした。これ、もともと中間では横須賀、ミカサが2位でしたよね、確か。そっから千里トーストマスターズクラブもともと中間では4位だったんですね、うん、一気にこう追い上げたって感じですね、千里が。そうですね、素晴らしいですね。はあ、中間の時千里は1210回という再生回数だったんですけども、そこから3700回ぐらいこう一気に1週間近くで上がったってことですね。すごいですね。はい、さあ皆さん準備はいいですか。とうとう1位の発表になりました。はい、皆さんどのクラブかお気づきでしょうか。まだ出てないクラブがあります。さあマフタン準備はよろしいでしょうか。はい、バッチリです。はい、では発表したいと思います。トーストマスターズ PR 動画X ツイッターキャンペーン第1回優勝クラブは新大阪リーダーズトーストマスターズクラブです。おめでとうございます。 MC マホス、新大阪リーダーズ英語力検証してみた。レッツゴー。入会して何ヶ月ですか。8ヶ月です。 How do you like it so far? For me it's challenging but it'sQuite fun. Engaging with such a diverse group of individuals who share the same vision of personal growth in a very supportive environment has been an incredible journey. Why did you join Shin Osaka Leaders? I fell in love with the initiatives of the members.Who are always eager to learn and improve. What are the people behind Shin Osaka Leaders? Everyone shares the same goals, like a desire to grow, learn, and support each other. If you're serious of becoming a proficient communicator or a better leader, visit Shin Osaka Leaders Toastmasters Club and see for yourself. Impression 数3万回、
再生回数1万回超えという数を叩き出しております。ありがとうございます。ありがとうございます。これ2位に6000回再生、5000回以上つけてということで、これまた1位もかなりすごい数ですね。そうですね、たくさんの方に見ていただいたようですね。はい、ということで1位の新大阪リーダーズトースマスターズクラブには景品として360度カメラもしくはズーム1年分の権利を贈呈いたします。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あんたのクラブやありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんとPR チームのこの企画のチームの運営チームがね、まさかの一応かっさらっと。はい、というわけで第1回クラブ愛を叫ぼうコンテスト優勝クラブ結果発表は以上となります。さあ、ちょっとここで1位と取られたクラブのちょうど方がいらっしゃるんで聞きたいですね。はい、何かこう今回この勝因っていうのは何か、ただ単純に新大阪リーダーズに所属しているまあ、動画にも映ってくださっているメンバーの方が非常に、うん、多くの拡散をしていただきまして、はいはいはい、で彼女は学校を経営しているんですけど、はい、その学校のお客さんにも QR コードをチラシに載せて、はい、お送りしたり、あとメールでリンクを送ったりとか、なるほど、ですね、インスタ のストーリーズにも載せて、リンクここクリックしてねとかっていう、リンクをたくさん拡散してくださいましたね。なるほど、そういうことですね。インスタグラムも使われて、うん、そうですね、インスタで、インスタって投稿するときにはリンク、ね、できないんですけど、ストーリーズにするとそこでリンクの埋め込みができるので、うん、そこに入れて拡散してくださったり、まあでも彼女だけじゃなくてもクラブ全体皆さんがかなり PR してくださいました。あ、なるほど。それってその個人でそのインスタとかは発信されるんですか？そのクラブのアカウントとかですか？あ、クラブのアカウントもしましたし、彼女は学校を経営してるの、その学校のインスタでも流してくれる。ああ、なるほど。やっぱりこう、いかに多くの人に拡散されるかっていうのがポイントでってことですね。そうですね、リンクを、なのでツイッター持ってない方もやっぱたくさんいらっしゃるので、うん、そういった方にも届くように、もうメールとかでリンクにも貼り付けて送ってっていう。あ、なるほど。あれってツイッターのアカウント持ってなくても見ようと思えばリンクで見れる。そうですね。そういうことですね。あ、なるほど。なので、まあ、今回の企画ってこうクラブの動画を作るっていう意味では一致、多分各クラブが団結して作られて、そこで終わったクラブもあれば、そこから先こうクラブの皆さんがいかにこう宣伝で拡散するかっていうのが非常に重要だったということですね。うん、そうですね。たくさんの方に見ていただけると、その分こう同じ同士というか仲間がまたゲストに来てくださるっていうところにつながるので、うん、なるほど、うん、そのことです。ありがとうございます。の いろんなこう私も見てた中で、そのツイッターでこうリツイートとかいいねが数が多いクラブが比較的インプレッション数がガンと上がっていたりっていうのはちょっと確認してたんですけど、その再生回数っていう面でいくと、このいろんな人にこうリーチしたっていうのが非常に多かったんでしょうね。うん、そうですね。再生回数のある語がちょっとよくわかんないんですけど、あれって多分一瞬押してこうやめるとかいう人も多分ね、てかリンクの方が有効なのかもしれないですね、そうすると。なるほど。表示回数とこう再生回数って、まあ、数こう開きがあるっていうのがあると思うんですけど、その表示回数っていうのだと、もうこうフィードに、フィードってタイムラインツイッターでいくとこう流れちゃうような、でそこでしっかりと、本当のところは分かんないですけど、ある一定秒数はこう見ないと再生回数にカウントされないとか、そういうのもあるみたいなので、
ぱり同じ人が投稿してリツイートしてっていうのだと、もうそのフォロワーさんとかはもう流ししちゃうんで、インプレッションには入るけれども再生回数に入らないみたいなことはあると思うんですけど、そのリンクをこうシェアってなったら、こう強制的にある程度再生はねされるっていうのも一つちょっとあるのかもしれないですね。うん、まあ、そのリンクを送るのがね効果的だったんだなっていうのは後になって分かった感じですね。ああ、なるほどなるほど。そう、まあでもリングも送られた側も見るか見ないかはその人の判断ですし、1回見たらもう2回目なんてあんま見る人はなかなかいないと思うので、確かにリンクをこう拡散させるっていうのは非常に効果的ではありますね。なるほど。ということで、では個人というかそのチームでの勝利、そして拡散のさせ方が非常にキーだったというようなイベントだったということですね。どうやらそのようですね。はい、まあ、あとはやっぱりツイッター上でいっぱい拡散、うん、何回もリツイートしてるところは、うん、インプレッションがすごく高かったか。そうですね、うん、確かにインプレッション数でいくと1万超えてるクラブっていうのはツイッターの運営を上手にやられているというクラブが多かったように見受けられますね。これでディビジョン C 結構多くないですか？そんなことない？多いですね。多いです。ディビジョン C、これって、だから、新大阪、千里、西宮 TJF がディビジョン C。うんうん、4つだけですね。4つだけ。うん。ディビジョン全部で10ディビジョンかな。ああ、間違えると怒られる感じだな。10だったと思う。ね、10ディビジョン。あるうちの1ディビジョンが10位以内に4つのクラブあるっていうのはなかなかの確率ですよね。うーん、本当ですね。すごい。ディビジョン C ディレクターの天間秀夫さんが頑張ってツイッター上で PR されてましたね。ですよね、というふうに思いました。やっぱりディビジョン C はツイッターのアカウントをそもそも持っていて、でそこでのディビジョンディレクターの方がこう献身的にリーチさせてた、拡散させてたっていうのが非常に大きかったかなと私も思いました。千歳さんって、あ、千歳さん今回企画フライヤー、そしてこの食べ紙と、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり思った以上に皆さん参加してくれて結構盛り上がってくれたっていうのが私としての印象ですね。そうですね、皆さん動画のクオリティが素晴らしかったなと思いました。そうですね。で、まあ、この今回皆さん作られたクラブ、参加されたクラブはこう動画を作ったということ、作ることができたというので、ぜひこの動画を使ってクラブの PR に生かしていただければと思います。そしてモさん、お疲れ様でした。ツイッターの X のサポートありがとうございました。ありがとうございました。また6月まで引き続き、はい、運営します。ありがとうございます。なんか意図的にちょっと投稿しないようにしてましたよ ね、 ちょっとね。そう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 、この期間中は投稿を避けてましたですよね。ということで、また自由、今回40クラブ41の動画が出揃いました。で今回参加賞としてトーストマスターズ日本支部の YouTube チャンネルでもショート動画として動画は随時上がっていきますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。そちらもよかったらリンクをこう拡散させて YouTube 上での再生回数を上げて、より多くのトーストマスターズ知らない人にどんどんと情報をシェアできたらいいなというふうに思ってますので、皆さんもご協力の方よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで以上、輝けクラブ愛を叫ぼう PR 動画コンテスト入賞クラブ発表を終わりたいと思います。皆さんご視聴最後までいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまたの企画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。